こんにちは、こんばんは、はじめましてになっています。はい、今日はですね、まあ家族と買い物に行ったんですけど、まあ、その時にですね、父親が、カバンを、自分のカバンを買うついでに、まあ、なんか買っていいよっていう感じだったので、はい、ちょっとですね、一着服をですね、新しい服を、買っていただきました。はい、で、そうですね、まあ、今日買っていただいたものは、今まで私がなんか着たことないような、感じのがいいなと思って、まあ、それをですね選んだんですけど、はい、まあ、今まで結構コスプレとかロリータとかゴスロリとかそういう系のばっかりだったんですけど、今日はですねちょっと大人っぽい感じのものにですね選びました。はい、それがこんな感じですね。はい、まあこんなね感じの大人の柄なんですけど、はい、ちょっとねこうセクシーな人がね、大人びた女性が着そうな感じのね、ものを選んだんですけど、はい、これとですね、はい、これ、まあ、ファッションあったかい感じに見せるファッションとですね、あったかいかもしれないんですけど、まだ着てないんで分かんないんですけど、とこのさっきのやつですね。はい、ほんとねこういうの今まで着たことないんで、まあ分かんないんですけど、まあ徐々に着てね、まあ、着慣れて着こなしていきたいなと思います。こういうファッションもですね。はい、で、まあ、これですね、ワンピースなので、まあ、これを着れば、これ一着で、一枚ですね、着ればもう外にですね出ていける、出かけていけるというね、はい、これ一枚でもおしゃれみたいな、そんな感じですね。はい、まあ、そのうちね、あのもしかしたらこの服を着て動画をですね投稿するかもしれないんで、はい、まあそんな時は、あ、そういえばこの前この服着ね紹介してたなみたいな感じだなね、ことを思ってくれればいいなと思います。はい、今日はですねこんな感じですね。はい、それでは以上りなでした。さよなら。